これ見られてやっと本当に書いてるんだって思われそう。なんかね、本当は書いてないんじゃとかね、書いてないんじゃないですかとかたまに言われるんですよ。絵と雰囲気が違いすぎるとか。そうですか。来ました。お読みした作品に最初お願いします、はい。顔ね、じゃ何かしないといけないなっちゃう。ようこそ時の中の子供たちへ。なんか言いにくいですよ、子供へって言うんですよ。前回は元もさんの映像で、ご紹介でき、改めて見まして、ちょっと小指の作品が なかなかご紹介できていなかったのでしようと思います。小指です。こちらは2002年に実質2003年頃に、はい、出た画集なんですけれども、まだ本屋さんで買えますので、はい、公文公造恋文阪急ブックスと注文いただければ買えます。その中のご紹介のこの作品なんですけれども、今回この原画がありますのでご紹介します。これがなんか似てるっていう噂があるんですけど、はい、それは驚きました。本当、うん、じゃあだから絵の感じと違うとかって言ったら全然そっくりと思って、はい、じゃあ同じ感じこう。はい、これは恋文の中で、さよならなんて信じたくない、あなたのことを愛してるってやっと気づいたの、ずっと待ってるっていう言葉がついてるんですけれども、百人一首は全然違うんですけどね、ちょっとしっとりと
こうステンドグラスなんかを使ってるんですね。で、紙をコラージュして和紙もたくさんコラージュしてるんですけれども、もともとの字は木なので、近くで見てもらうと木目が見えるんです。わかります？わかりますね。すごいね、今の映像は。はい、はい、そんな私の感じは、あまり近寄るといらないものが、それとこれなんです。蘭黒髪、これは百人一首では、長からむ心も知らず黒髪の乱れて今朝は物をこそ思えという句なんですけれども、私の大好きな句なんですけれども、作者は何て読むんでしょうね、体験門院堀川、よくわからないんですけど、そういう方が作った句で、蘭黒髪です。じゃあちょっと版画になった作品なんですけれども、今混むと言いしばかりに長月の有明の月を待ちに出つるかなの作品がこちらです。これは月が金箔なんです。こう光を、わからないかな、角度を変えるとキラッと、あ、わかりましたね。こういうちょっとキラッという感じで、ちょうど隣も百人一首です。なんか場所が初日と随分変わってる。あ、言い忘れましたけど、今日最終日です。今日新月なんですよ。今日新月、お願いを通すと言うのは、皆さん今日は新月だそうです。お願い事をしましょう。私のブログの、ブロガー読者さんで、今回来てくれた方でいい言葉を言ってくれた人がいて、長い人生、ね、これから先の人生、今日が一番若いということでお届けしている時の中の子どもたち、今日最終日ですけど、これお越しくださいって言わないよね。これ見てる頃にもう終わっちゃってるもんね。今回新聞に載ったので、こう読売新聞に出たので、きっとまたどこかでアンコール展がねあると思いますので、ぜひその時はいらしてください。それでは、時の中の子供たちでした。